口では何とでも言えるでしょ。確かにそうですね。あなたの会社一番志望してます、はい、あなたの会社愛してます、みんな言うわけですよ、はい、でもね大学自体もそういうものの一つではあるってことですね。あ、おっしゃる通りですね、はい、その大学の名前っていうものそれ自体もこの大学に入るほどの勉強ができますよとか。武田塾チャンネル。今回はですね、なんと新しいメンバーが、この動画に参加してくれるようになりました。では早速ですね、自己紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、私資格スクエアというですね、資格試験をオンラインで勉強することができるサービスを運営している代表の紀藤と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな風にやったらこう成績上がるかってすごい熟知してる方なんで、一緒に喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。紀藤社長、はい、今回の質問なんですが、はいはい、大学で取った方がいいおすすめの資格って何かありますか？ああ、いい質問ですね。いい質問。はい。大学、まあ、行く学部によって違うんですけれども、はい、まあ、私はですね、資格っていうのは、はい、まあ、ある程度その目標になると思ってるんですね。だから法学部に行くんだったら最高峰の司法試験を狙うべきだと思うし、はい、経済学部に行くんだったら会計士を狙うべきだと思います。なのでそんな感じで自分の学部に沿っていい資格がある、まあ、特に文系の場合はですね、はい、いい資格がある場合が多いので、まあ、それに沿った資格を取るっていうのはすごくいいことだと思いますね。ほう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 。まあ、でもその辺難しいじゃないですか、めちゃめちゃ。そうですね。はい。なので、まあ、逆に言うとね、難しいんで、まあ、もうちょっと簡単な資格みたいな発想する人結構いるんですよ、はい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 、例えば弁護士だったらちょっと私には弁護士は無理だから行政書士の方がいいかなみたいな、ね、ちょっと誰のものまねか分かんないですけど、そういう感じで狙う人がいるわけですよ、うんうんうん、でもね、私に言わせてもそれはもう言語道断なんですよ。もう絶対に一番いい資格を狙った方がいい。だってね、だってそれ狙う時って大体大学1年とか2年なんですよ、うんうんうん、もうその時って残り大学3年間とか4年間とかあるわけじゃないですか、はい、その中で言ってね、不可能なんてことはないわけですよ、どう考えたって、うんうんうん、だって受かってる大学のね、そのメンバー見たって別に上位大学だけが受かってるわけじゃないんですよ。そういう司法試験とか会計士とか見てもね、うんうん、仮に本当あっちに、ね、仮に受からなかったとしても、うんうん、受からなかったとしても一番上の資格を目指して、自分が考えられるが一番上の資格を目指して勉強したらいくらでも潰してきますよ。それこそ弁護士勉強して途中で切り替えて行政助手受けるんだったらもうすぐ受かりますし、まあ、逆に弁護士から公務員に切り替える方っていっぱいいますよ。なのででも逆に言うとね、逆に行政書士を目指す途中から弁護士を目指すって難しいんですよ。勉強が全然違うから。そりゃそうですね。そう、内包関係にないから、はい、でも弁護士を目指してる公務員とか行政書士は結構内包関係にあるんで、はい、そういう意味だとやっぱり一番難しい資格を目指しておくと、仮に受かんなかったとしてもですよ、まあ、受かること信じてますけど、受かんなかったとしても絶対にあなたにとってプラスがあるんですよ。なので絶対取った方がいいと思いますね。で、大学3、4年になるとさすがにその最高峰の資格をそこから目指すっていうのは難しくなってくるんで、はい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 、じゃあそうすると就職活動にね、いい資格は何かという話になるんですけど、はい、そういう時には弁護士とか会計士っていうよりは、はい、宅建士とか、まあ 今まで宅建って言われてたやつとかですね、はいはい、まあ、あるいは簿記とかね、簿記とかそういうのが重要になってきますよね、はいはい。これは職種によるって感じですね。宅建だと、まあ、要は不動産関係とかに就職したい場合だと必要な資格になりますもんね。そうですね。宅建は、まあ、はい、あの不動産業だと絶対5人に1人必要だっていうふうになってるんですけども、はい、まあ、それ以外であってもですね、宅建っていうのはその民法っていう、はい、まあ、世の中の法律の中で最も使われる法律の基本を学ぶ資格なんですよ。なるほど。で、行政書士とかより全然簡単なんですね、はい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 、ただ民法の入り口を学ぶことができるんで、はい、仮に不動産業じゃなかったとしても法律の素養もう一通りのその知識っていうものを身につけるためには最適の資格なんですね。なるほど。で、一方の簿記も全く同じ話で、はい、別にそのな経理の仕事に就く人は全然もう少数派ですけれども、はい、仮に営業の仕事に就いたとしても管理の仕事に就いたと何でもいいんですけども、そういう仕事に就いたとしても絶対に学校の、いや学校じゃない、会社の数字が読めないと話にならないわけですよ、はいはい。なるほど。会社の売上がいくらで利益がいくらでって言われてもはてなってなってたら、はいはいはい、もう全然自分が今何やってるか分かんないわけですよ。なので簿記っていうのはそういう最低限の数字を読める力っていうのが身につくので、まあ、絶対に必要だと思いますし、就活でもそういうものを持ってると有利に扱われることが多いんですけども、その理由は社会に出て役に立つからなんですよ。じゃあ資格運動というよりは資格を取るだけの実力があるというか、そうですね、そういう知識があることがこう重宝されるというか。そうですね。だから資格があるからすぐそれが仕事に結びつくんじゃなくて、はい、そういう基礎体力がありますよっていうのと一緒ですね、はい。
ある意味それも大学自体もそういうものの一つではある。あ、おっしゃる通りですね、はい、その大学の名前っていうものそれ自体もこの大学に入るほどの勉強ができますよとか、はいはいはい、この大学の中でこういう功績を残したこういう成績を残したんだったらそれぐらいの実力がありますよっていうことの証明資料ですよね、はい、なるほどなるほど。じゃあまあそれ自体がやっぱり頑張ってることのこう証明になるっていうのはやっぱりすごく大きい、ね、そうですね、やっぱだから履歴書重要だとかね、学歴主義とか言いますけれども、はい、別にそれが 100% 正しいとは言いませんけれども、はい、その履歴書とか学歴っていうものにその人のそれまでの生き方っていうものがある程度反映するんですよ。だからみんなそれ見るんです、うんうんうん、口では何とでも言えるでしょ。確かにそうですね。あなたの会社一番志望してます、はい、あなたの会社愛してますみんな言うわけですよ、はい、でもね、でもそれが経歴書とか履歴書と全然合ってなかったら全然信じられないじゃないですか。そうですね、それと一緒なんですよ。法律詳しいって言って宅建すら持ってないって言われるから、そうなんです、 どう詳しいんですかって話になっちゃうって話ですね何ができるんですかって話になっちゃうんで、はい、だから自分の言ってることに信憑性を持たせるためにも資格なりね、まあ、いい大学に入るなりそういうことを目指して頑張ってください。はい、でさっき言っておっしゃったようにその短期と長期でちょっと目指す資格は変わってくると、ね、はい、長期だったらやっぱり最高峰目指す、最高峰目指してほしい。なるほど、分かりました。はい、ありがとうございました。今回の質問は以上です。ありがとうございました。大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね総計、G マーチカンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立、こちら竹田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、を、それぞれ竹田塾の全国の校舎で配布しております、最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。